入れとっていいですよ。うん、押すと変わらんぐらいよ、ケツが。ああ、さっさと無理よ。押す反応した、うん、かかっちゃうのか、これでも。うん、どうかね。国産の平田はさ、生まれてきた年には産卵せんことがあるけんね。あ、そうやと、うん、かかったとしても。かかったとしても、じゃあもう一回来年かけないけんと、その時。うん、かけた方がいいやん。まあでも、あったかいとこだけね、国産とはいえ。やらない、なんか、あれね、外国のゴキブリみたいでしたよね。外国だな、ゴキブリみたい。言うな、そんなこと。7センチ目指して。うちで出た最大は7センチ。65。65。それでも、えらい大きく感じたよね。66。ちょっと、あれね、スペシャルマットでいこう。スペシャルマット、あー、あれね、うん、まだ秘密のやつね。そう、スペシャルよね、あれ、うん、最初はマットでいく。スペシャルマットちょっといきなりは食い切らんかったらいけんけど。あ、スペシャルマットな、最初食い切らん可能性があったら、うん、でも性質的にはマットやとよね。マット、でもマット、いや結構マットじゃない部分も出てくるよね。まあ栄養的にっていうこと。スペシャルマットの採用はまたまたいつかやね。成功せんことにはなんもね。かっこいいですね。やっぱメスの方がかっこよかったな、今回に関しては。そう、うん、じゃあメスをサムネにしようか。あ、ごめんなさい、メスの方がかっこいい。大体丸みがすごいもんね、これ、うん、まあ顔きしゃねえば。この近くでもぼやけようか。よいしょ。筋が彫りが深いけんね。そうね、メスのがくっきりやね、うん、よし、じゃあサムネ取りより2を取って終わろうかね。なんで俺取ってる。どんばらができる。そこは取らん、見えんけんね、俺。なんだ、携帯。携帯、うん、目が見えんといそうだ、ちょっと。うん、すごい能力者。これ、切ったね、なんか。ズームしたら見えた。あ、よく肉眼で、そう、肉眼で見えやったけど。マジで、うん、うわ、すげえな。うん、すげえ、これは。シワシワっちゅうか、この天国の粗さが半端ねえな。すごいすごいね。えオスはなんでこう結構こうスッとしちゃうね、ずっと。わからん、もう俺はほら携帯が変わったけんさ、めっちゃズームかましてもピンが取れるけんね。ボケんのはいいね。うん、すげえ、もう天国がこの肉眼で絶対見える。よしよし、そしたらこれは顎はもちろん縛らんねえしね。うん、顎縛った方がいいけどね、ほんと。あ、そうやと、うん、やる可能性あるよね、このちっちゃいのと。パクパクだりうん、よし、そしたら終わりましょうかね。うん、メスジブとの産卵セットでした。ご視聴ありがとうございます。